おはようございます。塚原農園です。今日はピーマン、オクラ、里芋、そしてナスの試験圃場に来ております。8月の上旬から中旬になってくると、もうピーマン、ナスなども最盛期に入りますね。そして1年通して気温が高いのがこの時期になります。更新剪定を、今日はピーマンを行っていきたいと思うんですが、更新剪定といってもちょっと名前を聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、まあ要は上に伸びすぎてしまったものをちょっと切り詰めていくということですね。まあ床屋さんみたいに髪が伸びれば短く切るような感じです。まあだいたい収まりのいい感じにハサミを使って切っていくだけになります。あと横も見て、横の葉っぱなども軸とかが必要以上に伸びすぎてしまって垂れているものは、風に今結構今日も風が吹い、台風の影響で風が吹いているんですが、あまり揺さぶられてしまうとナスと違ってピーマンというのは節のところからボキンと折れてしまうんですね。まあ、特に分かりやすいのはこういったものですね。上には支柱やって紐を張っているんですが、これを越してしまえば風が吹かれてもこのようにある程度はね垂れないようになるんですけれども、ピーマンにも癖がありますので、下に向けて伸びているような枝などはこれマルチについてしまう。そうすると泥の跳ね返りなどで雑菌などが付着して病気になってしまいますので、下の方もバツバツと切っていく作業を今からやっていきたいと思います。そしてここでポイントなんですけれども、こちらにはナスがあります。こっちはピーマンなんですが、両方とも比べると気候的には夏の8月の一番暑い時期はピーマンは蚊焼けが多くなります。どうしても葉っぱなどでね茂って蚊焼けなど防ぐようなやり方もあるんですけれども、もうそれでは対処しきれないぐらい、もうここ近年はとても暑いので、ちょっと暑さが目立って、ピーマンが焼けてしまったり目立つようなのがあれば、8月ぐらいは少し弱更新剪定をして収穫を一旦落ち着かせる。で9月ぐらいに涼しくなってきてからまたピーマンをいっぱい収穫していきましょうと。その方が効率いいこともあるんですね。例えば家庭菜園の方とか、まあ、直売所で、ね、そんなに取りすぎなくても一旦休ませて、また後半からいっぱいいいものを収穫したいという方には特におすすめな、やり方になります。まあ、ナスなどの、ね、更新剪定、前回動画でもご紹介しましたが、こちら更新剪定をせずに毎日収穫はしていますけれども、ピーマンの場合は暑さに本当に、ね、弱いので、まあ、暑さにももちろん耐えられるんですが、ナスなどオクラなどに比べるとこのピーマンが焼けちゃうんですね。そういった意味で弱いということがあります。木全体的に見ると青々としているので、そういった面からにしては暑さには強いとされております。では簡単な作業になりますので、まあ、ちょっと前回は動画にしたんですが、ちょっと音声がね聞き取りづらいという方はですね、申し訳ございませんでした。今日改めてまた簡単な更新剪定をやっていきますので、どうぞご覧ください。はい、それではまずこちら、左側、手前側からやっていきたいと思います。支柱などを使っていて棚の線がある、それで、こう伸びた枝3本仕立てなどをですね分岐させてブーッと伸びてくると重みでどちらかに倒れますよね。でこれ今太い枝がここ出ているんですけれども、ここへまずピーマンがいっぱいついている、まあ、こういったものはとりあえず取ってしまいましょう。はい、今回は弱更新剪定になります。必要以上になっているピーマンの量を一旦抑えるという形なので、これをやっても完璧に1ヶ月休ませるというものでありません。はい、でこれ今ピーマン取りました。枝だけになりましたね。結構伸びてます。支柱はここら辺です。これで先端を支柱から10センチぐらい残して切っちゃいます。これで結構花とかついているんですけれども、これで、切ることによって切った後少し経つと1週間2週間かけてここから、手前節元からまた新しい枝が残されたものがどん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 強く出てきます。はい、手前もこんな感じでどんどん切っていきましょう。でこの弱更新剪定をした時は収穫を1週間ぐらい休ませたい方でしたら、なっている実などはだいたい全部取ってしまいましょう。まあ、これを同じことを両サイドやるということですね。まず横の上のところ、これも紐から10センチぐらいだいたい残して切る。
で、こう10センチなぜ残すかということなんですが、これせっかく紐がありますので、紐よりも短く切ってしまうと、今度伸びた時に中の方から下に垂れちゃうんですね。その垂れないようにするために、ここで引っかかるようにストッパー代わりとして10センチここから残すということでやってください。はい、こんな感じです。いやもう8月中旬頃になってくるとピーマンもねすごく最盛期になりますけれども、それと同時に結構木の方もね大きく膨らんでくると風、今度台風が来ます。そこでボキッとね致命的なダメージがあるんですね。そうならないためにやっておくのはちょうど今からまあお盆頃まで。ピーマン、ナス両方ともそうなんですけど、更新剪定はもうここ近年暖かい日が続いてますので、秋になってもいつまでも暑い、なんか秋になっても収穫する期間がとても長いので、更新剪定をするのは8月のお盆頃でも大丈夫です。ちなみに私も更新剪定毎年他の畑でもやっていますけれども、8月のお盆頃になって最終段階、8月のお盆の前の日にやっております。それでも全然普通に収穫は9月、ね、中下旬になってから収穫できますので、全然その収穫量が短くなるというものはあまり気にしなくてもいいと思います。はい、これでだいたい手前が取り終わりました。で反対側もですね、収穫が終えた後こう伸びたものね、こんな感じで上に伸びているのは一旦下に横に倒してください。でここの支柱のところ、紐のところにあてがっていていただいて、ここも同じく10センチ残してカットですね。はい、こんな感じでさっぱりしましたと。はいはい、今度は反対側に行きました。反対側も横についているまずピーマンですね、まあ、上も取っちゃっても構いません、まあ、とりあえずなっているピーマンはちっちゃくても取っちゃいましょう。とりあえず形だけ作って、1週間後もまだすぐ食べたいよと、収穫したいよという方はこのくらいちっちゃなつけといても構いません。これは弱更新剪定になります。でナスと違って強い更新剪定をやってしまうとピーマンは意外と弱ってしまうことがあります。回復しないんですね、遅くなってしまう。気がついた頃にはもう冬になっているということがあります。これも一回ですね、結構強くナスみたいに更新剪定したことがあるんですけれども、芽吹くのが遅くてですね、後からの脇芽が出てくる発生が遅くてちょっとダメにしてしまったことがあるので、強剪定はおすすめはできません。はい、こちらも実を取りましたので、このこちらの紐が見えますかね、紐があります。だいたい高さが80センチになってます、ね、これが支柱代わりなんですけれども、まあ、これも出たものも、この紐から10センチぐらい残して切りましょう。特に何節目だとか、どこの節を残してああだこうだ、そういったものは考えなくて大丈夫です。ピーマンはどこからの節からも強くこのような芽がたくさん出てきますので、再生能力がとても強いです。ナスと同じです。はい、だいたいこの紐は越えないようにしましょう。この紐から越えないということが一番のポイントかもしれません。はい、これで OK ですね。はい、だいたいこれでいいでしょう。はい、取りました。はい、これで横のラインが取り終わりました。枝だけですね。次は上のところがまだ出てます。今度上の方を管理していきましょう。はい、それでは上のところをですね、刈り込んでいきます。こちらの方がちょっと出ているのが分かりますか。この上のところも、だいたい紐が3本4本と張っている方はこの紐からもうこれも同じように10センチぐらい残してカットしていきます。でも上のところは意外と横に垂れていることがありますので、ちょっと上にこうやって伸ばしてあげてください。そこから10センチカットする、これも同じです。はい、で花がついていても構いません。はい、これですごくすっきりしました。ちょっとアングル変えてみましょう。はい、どうでしょうか。こちらちょうどこの左の支柱のところとこちらの支柱のところ、この間のところでだいたいねピーマンが今2株あるんですけれども、すっきりしましたね。でやる前はこちらです。こんな感じでね出てますよね。
これで枝をカットするの上のところは OK です。今度は下のところを見ていきましょう。下の株元の付近からも枝が出ていることがありますので、出ている枝があれば下からバツッと切っちゃいましょう。下というのは例えばここですね。ここ分かりやすいと思うんですが、支柱はここら辺なんですけれども、これ支柱にかかっていませんよね。これという方は捕まるところがどこにもありませんので、風で吹かれるといずれこの辺りでボキンと折れます。そういった場合はその枝分かれしている分岐点の1個手前どんどん下がっていって、切りやすいところで切ってあげましょう。はい、これピーマンついていますけど、これがいずれいっぱい 花や実をつかせると伸び先が伸びますと同時にピーマンがつくの重みで垂れます。その勢いで風が吹くとボキン取れるんですね。そうなる前に切っちゃいます。はい、これですっきりしました。はい、はい、次は今度は葉っぱを処理していきます。これを適用と言います。ナスと同じように手をグーを作っていただいて、この中に、ね、分岐しているところにこう突っ込んでみます。そこで結構葉っぱが触れているようであれば、葉っぱもこまめにハサミなどを使って取り除いてあげましょう。これを適用作業と言います。ではこれもあまり取りすぎてしまうと負担がかかります。下に向けて垂れている葉っぱなどもカットしていきましょう。これ手前側と奥側ときちんとやるようにしてください。この葉っぱを落とすということも結構ですね、大切な作業になります。でとても今まで暑かったですよね。もう台風が発生したのは雨がどしゃっと降ったと思いますけれども、ピーマンも結構肌荷がつきます。肌荷がついてしまうとこの芯先のところがちょりちょりっとなってしまったり、また葉っぱの表面が茶色く薄く擦れたようになります。ヤスリ器ね、ヤスリでちょっと削ったように点点点としているものはだいたい肌荷が多いです。で後ろを見ていただくとこう卵とかがあるんですね。そういったものがありますので、ここで葉っぱをすくことによって風通しを良くする。で今度台風などが行った後カーッと晴れますので、その暑さで耐えられなくなって結構逃げてしまいます。あまりにも過剰な葉っぱなどを茂らせてしまいますと、病気も含めて害虫などもとても住みやすい環境なので、いつまで経っても抜けないんですね。特に肌荷は厄介です。ね、防除しても抜けないぐらいなので、肌荷というものは早期対策が大切です。風の通しを良くしてあげる。肌荷は風の通りが嫌いなので、アブラムシもそうですもんね。風の通りのいいところあまりアブラムシがいない、どんよりとしているところはアブラムシが多い。それと同じです。こういう葉っぱがだいたい取り終えました。向こう側が透けましたね。綺麗になりました。これで枝も下の方がよく見える感じ、これがすごく理想です。はい、であと中に向けて出ている小さな枝などがあれば、それもハサミで切っちゃいましょう。ちょっと出ようかなと思っている枝ですね、ちょうどここがそうですね、奥に一つありました。このような小さな新しい枝、これが剪定をした後今後これが上の方で出てくるんです。切り落として残されたね、太い上の方の枝がありますよね。そこから側枝というものがどんどん出てきます。これがまさにそうです。はい、切っても切っちゃうと終わっちゃうのかなとちょっと心配するかもしれないんですが、こんな感じで出てきますので安心してください。で下の方にここですね、分かれてますよね。太い主枝となるとかここですね、苗を植え付けて1本でしたよね、ピーマンは。でぐーっとくると最初分岐したところ、分かれ枝とかなんかここなんです。とても太いのが最初2、3本出るんですけれども、そこから、まあ、子供のようなもの、これも結構太いです。でそこからさらにここ2本なってますよね。どちらかが太いです。でこれ子供です。子供の途中から枝分かれした、これ孫です。だから一段こっちに比べるとこっちの方が細いんですね。でピーマンこんな感じでどんどん上に行くに従って、だいたい3本ぐらいずつは枝分かれしてきます。そのうちどちらかが1本がね細いということです。そしてこれのここも取り除いていきますね。これ枝分かれしているところのちょっと下の方なので風の通りが悪くなってしまいますので、これ残すとすぐに茂っちゃいますから、これ取っちゃいましょう。バツッとこんな感じでいいです。
あとは下に向けている葉っぱなども細かく取り除いてあげましょうということで OK です。はい、いかがでしょうか。こんな感じで、あとここもですね、支柱、仮支柱を最初立てて八の字結びでされた方、ここ首締めていると、栄養が上に余分いかなくなってしまいます。ここもチェックしてあげてください。ちゃんとグラグラしてるかなと。締めてギューっとなっている方、一旦ほどいてあげて縛り直すといいでしょう。はい、いかがだったでしょうか。こちらは、今日はピーマンのですね、弱更新剪定ということで、ちょうどお盆頃まで全然やることは可能です。まあ、地域によってですね、まあ、北海道の方とか寒いところでしたら収穫する時期がとても短いと思いますので、剪定などをせずにそのまま栽培は続けた方が私はいいと思います。まあ、関東より西に位置する方でしたら、まだまだこれから夏は続きますので、今のうちにやっておくという方法もあります。で、これを弱更新剪定になりますので、もうこのようにちっちゃな花芽は持たせておいて構いません。で、収穫しながら、今更新剪定もしたんですけれども、下に葉っぱなどを落とした場合、ちょっと離れたところにね、どかしておいた方がいいかもしれません。マルチの上も、葉っぱなどはこれは取り除いておいた方がいいですね。いずれこれもう夏なので2日3日もあればパリパリに乾きますけれども、その乾いた葉っぱなどが地面の上にある場合はいいんですね。マルチだと微生物が、マルチの上ってビニールとかになりますので微生物っていませんよね。そうするとどうなるのか、雑菌などがマルチの上に乗った枯れた葉っぱなどに付着すると、それを温床として、そこから胞子などを飛ばすカビなども存在します。そうならないためにも、このようにマルチの上は常にきれいにしておくことがとても大切になってきます。あと弱更新剪定をされた方も、まあ、しない方も、まあ、これは同じことなんですけれども、肥料は与えるようにしましょう。追肥ですね。追肥を与えるときはマルチからもう根っこはずーっと、このピーマンの根っこは隣のこちらのですね、2メートルぐらいまで根っこは伸びてます。だから株元に追肥を与えるのではなくて、マルチからちょっと離れたところ、もうだいたい20センチぐらい離れたこのラインのところに、だいたい1株あたり軽く1つかみを掴んでいただいて、パラッと置いてあげるだけで十分です。で、反対側も回っていただいて、同じように1株あたり軽く1つかみ掴んでいただいて、パラッと置いておくですね。で、できれば前回ナスで根切りという作業でスコップで30センチぐらい刺しましたよね。根っこを切るための作業、ピーマンはあれはやらない方がいいです。あの根切りということはピーマンやったんですけれども、一気に病気、特に黒枯れ病という病気が出ました。青枯れとかは、まあ、大義を使っている方は別としてですね、黒枯れ病という病気がとても結構ピーマン致命的な病気になりますので、根っこは切らない方が私は経験上おすすめです。で、肥料を与えた後、表面だけを中耕するというですね、表面上だけ、もう根っこの位置に達しないところ、その層を軽く管理器やもしくは三角砲 などを使って、表面だけザクザクとか何のクワでもいいので軽く耕してあげることによって、地中の方に酸素が行きやすくなります。地中の中に酸素が行くとどうなるかということなんですが、植物は根っこからね、ほとんど養分、肥料分吸ってますので、酸素があると根が活発化しますね。そうすると肥料分を吸いやすくなります。表面だけもやってあげるといいんじゃないでしょうか。ということで、今日はね、ピーマンの更新剪定ですね、前回もやらせていただいたんですけれども、ちょっと音声の不具合ということで、また急遽再投稿してくださいというご依頼がありましたのでやらせていただきました。今日の動画がいいと思う方、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。いつもご視聴いただきありがとうございます。またよろしくお願いいたします。